どうも斉藤紳士でございます。さあ今日はゆるい企画でございますけれども、以前にも言ってたんですけれども、まあ一応ね今日ご紹介するのはこちらでございます、村上龍さんのですね、全ての男は消耗品であるというね、これつい去年ですかね完結しましたけれども、まあエッセイなんですよこれで、とにかく内容がひどいとにかく内容がひどいのでちょっと紹介しようと。というのはですね、これ一番最初のこれ本当に長いこと連載してたんですけれども、最初の方はですね1987年ということなんで、もうだいぶ、かれこれ30年以上前ですね、40年近く前になるんですけれどもに、連載していたエッセイなので、まあ時代背景がだいぶ違うっていうのはあるんですけれども、それにしてもひどないかっていう内容なんで、ちょっと面白いんで撮ってみようというふうに思いました。紹介してみようとね。でもね、僕は言っときますけど、リュウさんが好きで、前にも言いましたけども、この人がいるので小説を書こうとか、小説家ってかっこいいなって思う風になったという、いわば僕の憧れの存在なので、それだけは分かってください。ただこの人エッセイになるとたまにすごいことになるんで、それだけはね、ちょっと紹介したいなと思いまして、まずこのエッセイのね表題だけでもねもうすごいなと思うんですけれども、例えば一つ目、ね、エッセイのタイトルこちら、可愛い女と可愛くない女。はい、これねまあどういうテーマで喋ってるかっていうと、まあ、短いんですよ。一つの章につきね、3、4ページしかないんですけれども、まあ、テーマ的にはいい女、可愛い女が出来上がるためには父親の存在が重要だというような、まあ、話ですね。簡単に言うと。でも書いてることがまあえげつないんですよ。分かりやすく言おう。ブスの中にも社会的に素晴らしい女はいる。有用な女だ。だが最近の女性雑誌がよく特集しているように、内面を磨けば顔形まで美しくなるというのは大嘘だブスは論外だと俺は言うが、どの時代だろうがブスが大量に売れ残ったという話は聞かない。デパートや遊園地に行くとすげえと大声を出したくなるようなブスが平気で結婚していて子供なんか連れている。ブスとやる男もいるのだやらせてくれる女が男にとっては最も大切なのだから、それはしようがないことかもしれない。ひどい、これはひどい。これ今フェミニストじゃなくてもね怒りますよ。これは本当に、だから俺の言うブスは論外とは心理学のレベルなのだと理解してほしいというね。エクスキューズも全く役に立っておりませんひどいなあ。ねえ、でこの章の結論は何かというと、まあこれがこの全ての男は消耗品であるというタイトルに直結する考え方なんですけれども、俺がいつも言っていることだが、男は消耗品だ。使い捨てライターみたいなものだ。性能が悪かったりガスが切れたりすると捨てられて文句も言えない。女は戦利品だ。倒さなければ手に入らない。男はさまざまなものを倒してやっと女を手に入れるのだ。まず倒すべきなのはその女の父親だ。そしてその敵が偉大であればあるほど戦利品も豪華だということだという、非常に古い価値観の、ね、話なんですけれども、男は消耗品であり女は戦利品なんだそうです。面白いですよ。落ちていきたいのよと女優は言ったという、ね、タイトルでございます。こちらですね、まあ、これはざっくり言うと、まあ、結婚とは制度であるという話なんですけれどもね、これもすごいんですよね。先日銀座のバーで某女優と会った。もう30代後半だろうが十分すぎるほど綺麗だった。その女優と道行きについて話した。落ちていきたいのよと女優は言った。全部捨てるのね。仕事も親も親類も知人も家も名誉も捨てるの。男だけね。その男だけよ。二人で知らない街に行くの。ケンタッキーフライドチキンとかマクドナルドとかマルイとか絶対にないような街よ。死ぬわけじゃないのよ。二人でどうしようもない暮らしをするの。誰にも嘘をつかなくていいし、誰にも祝福してもらわなくてもいいでしょ。諦めきってダラダラと二人で暮らすのよ。よくわかる。俺だって憧れる。そんな二人は地獄へは行かない。そんな二人が罰せられるのは制度の側の教訓だ。徹底的に制度と戦った者は必ず天国へと迎えられるのである。うん、なんかちょっといい感じですけれどもね、もっとひどいところがいっぱいあるんでね。
美醜、生まれ育ち運命、それらは全て才能の一部だ、ね。まあこれはテーマはですね、才能がない人間に愛を求める資格はないというんですね。ちなみに、これね、これもひどいですよ。いやこれ読んでください。ひどいっていう今日紹介ですからね。例えばこのようなことをよく言うやつがいる。いや本当は画家になりたかったんだけど、もちろん才能もあったけどね、お袋が病弱だったんで家業を継いだんだよ。こんなやつは才能がなかったのだ。顔が悪すぎて出世しないデザイナーも大勢いるだろう。才能がないのだ。肝臓が悪くて出世しない、商社員も才能がない。才能がないのに愛を求める人の見分け方。ジョークが下手なくせに意味もなくよく笑う。女同士で大して仲も良くないのに群れたがる。純文学やクラシックに興味を示す。外に愛嬌を振りまき、内に威張る。やめようやめよう、無駄だ。この手の女でもちゃんと結婚してちゃんと子供を作っている。遊園地なんかに行くと典型的なこのタイプのブスがガキを連れてたくさん歩いていてもうこんなことばっかり言ってるんですよ、この頃のリュウさん。訴えてください。何でしたっけあれ、ウーマンリブ、なんかチューピレンかな、もう言ってください。もうガッとね、古い人らもうよう怒らなかったなと思うんですけどね。続いて、セックスに必要なのは体力だ、愛じゃない。これテーマですね。親近感は、性行為のそのものの妨害となる。これは非常によくわかりますね、というような話ね。あと、すべての男は消耗品であるのパート1、酒場で女が泣いているのを見るのはなかなか興味をそそられるものである。泣いているブスなおばんだったらこれほど見苦しいものはない。ヒムラーだったら即銃殺だと考えてしまう。ヒムラーっていうのはハインリヒ・ヒムラーですね。ヒトラーの、ね、部下ですね、はい。綺麗な女はどうしてこう得をするのだろう。泣いたって怒ったって許せてしまう。怒り、これはもっと顕著である。ブスが怒ったって聞かない。みんな笑うだけだ。それでも怒り続けると嫌われてしまう。綺麗な女が怒ると本当に怖い。世の中は全く差別だらけだ。才能には理由がない。才能のない連中は理由を欲しがる。私生児だったから、両親が英才教育をしたから、芸術家の家系だから、戦後生まれだから、理由は何でもいいのだ。特別視しようとする。それは間違っている。で、才能のない連中は他にも様々な嘘や欺瞞を利用する。とにかくね、才能ってなんか、もっとこう、大きいものだと。だから総合的なものだと。で、才能がない連中は理由を欲しがるんだよということを、まあ、言ってるんですね。とにかくそれと、ね、女性の綺麗汚い、綺麗汚いっておかしいなね、美醜についてやたらこう怒ってるというかね、言ってるんですね。続いてはですね、これ若くて綺麗な女には、かなわないですか。絶対かなわない。まあそうでしょうね。テーマはですね、書くことは非日常。あ、これはね、ちょっとでもね、表題とは違って内容はね、小説を書きたい方にはちょっと参考にした方がいいんじゃないかなという、まあできるんじゃないかなというようなことを言ってます。昔から俺はエッセイが嫌いだった。下手くそだったせいもある。小説もうまいとは思わないが、うまくなってたまるかと決心しているところもある。書くことは俺にとって常に非日常的なことだ。なのだ、書くことが日常になってしまった作家はエッセイス、あ、ごめんなさい、書くことが日常になってしまった作家やエッセイストは全て死後地獄に落ちるだろうなんでやねん、映画な別に小説家は時には、いや、いつも他人の貴重な体験を平気で奪ってギャラを取る。ひどい商売だ。それを日常の業務にするなんて神はきっと許さないだろう。エッセイはもっとひどいというおっしゃっておりますね。エッセイの中でこれを言ってるというね、ことでございますからね。ひでえな。でもね、このリュウさんが書くことっていうのが自分にとって常に非日常的なことなんだっていうのはラジオでも言ってました。爆笑問題さんのラジオで言ってました。書くっていうことは体力がいるし、エネルギーがいるし、僕にとっては非日常なんだと。だからこそいい加減なことができないと言ってるんですよ。つまり書くこと、よくね、書くっていうことを、まあ、日常的にしろというふうに、ね、言ってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、リュウさんにとっては非日常なんだそうです。書くっていうのはやっぱり今でも特別なことなんだそうです。だから特別なことだから中途半端にやってはいけないと思うから、ちゃんと調べるし、ちゃんと勉強して下準備をするし、向き合うときは本当に、
しんどいとおっしゃっていました。それは非日常だから、書くっていうことはやっぱり、自分の日常の中にあることではないということなんだそうです、はい、これは非常にちょっとね一つの作家の姿勢として、ああなるほどなというふうに思う部分がありました。はい、でまたひどい話に戻ろうかな。人妻を誘惑したりするのは嫌いだと、ね、これは何でしょうかね俺は人妻を誘惑したりするのは嫌いだ、大嫌いだ。理由はよくわからないが、カレーライスが嫌いというのとはちょっと別なので分析して結論を出してみようと思う。一等二比とか言われるのはよくわかる。他人のものは芝生だろうが、米の飯だろうがよく見えるものだ。その欲望は何に発しているだろう。動物にはモラルの裏返しである一等二比などというものはない。強いオスはメスを全部取ってしまう。バナナも蜂蜜も肝臓も食いたいだけ全部ボスが食べてしまう。うん、まあ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 、わかります、わかりますというか、まあまあ、ね、王は数千人の女を支配していたにもかかわらず、ちょっといい女でもいると欲しい欲しいと思ったに違いない。まあまあそうでしょうね。まあ要はね、リュウさんは人のものを奪うのはあんまり好きじゃないんだそうです。こんだけモラルがなさそうな人ですけれども、そういうこと言ってるんですね。で、まあ人妻を誘惑するのは大嫌いという根拠はまあ示せないんですけれども、ひょっとしたら女性はなよなよしないで毅然としていてほしいという俺の隠れたマザーコンプレックスなのではないかと思うみたいな。まあまあそれはちょっとね分かりますよね、というようなことを書いたりしてます。出ました、この全てのとか消耗品であるの中で一番ひどいタイトル。美人は3日で飽きるというのはブスの自殺を救うための嘘である。最低なこと言うてる、最低やこの人。これね、まあでもね、何を言ってるのかっていうと、まあまあ最初に冒頭として怪人21面相や三浦和義はとっくに昔の過去の人だし、豊田商事だってみたいな、まあ要はね、戸塚ヨットスクールのこととかも書いてますけども、要はまあニュースってちょっと話題になるけれども、ちょっと経ったら風化していって忘れてしまうじゃないですか。で、忘れるということについて話をしてるんですけれども、忘れられるということは、寂しいことである、それは消えてしまうことだ。忘れられたらその人は消えてしまうのだ。まぶたの裏に残るあなたの面影などという歌謡曲がよくあるが、そんなものがあるうちはいい。その人を想像しなくなったらその人はいなくなってしまうのだ。では忘れられなくて済む方法はあるだろうか。俺はないと思う。全ては顔形の美貌を含めたその人の才能にかかっている。人間は醜いことや醜いものを見ないようにする性質がある。それはいいことでも悪いことでもなく、単なる事実である。俺は異常な記憶力があるが、それでも同級生で思い出せない顔がある。極端なブスと極端なブスと美少女はよく覚えている。だが当たり前のことだが、極端なブスにそれによって何らかのメリットがあるわけではなく、その逆だから、やはりブスは話やはりブスは話にはならないどんだけ口悪いねん こいつ。ほんまにむちゃくちゃやな。美しい女は常に表現している。美人は3日で飽きるというのは言うまでもなく、ブスを自殺に追い込まないための嘘であって、ブスは飽きられることさえないのである。ひでえな、もう何ちゅうこと言うんだこの人は。まあ、そういうことをずっと書いてます。これぜひ読んでみてください。あ、でもね、ちょっとね、面白いこともこれ最後にします。これちょっと面白いんでね、多感症の女は雨寺へと走るというね、これ表題はわけわからないんですけれども、これねちょっとそうかなっていう非常に面白い。まあ劉さんがインドに行ってね、でインドで泊まってたホテルの支配人の娘が友達を連れてきたので、その4人いたんですけれども、その4人と遊んだっていう話なんですけれども、4人はとても仲が良かった。4人の女の子というのはとてもいい。イスラムが4人の妻を認めているのはとても理にかなっているのだ。1人だと寂しい、2人だと喧嘩する、3人だと2人で1人をいじめる、4人がベストなのだ。これちょっとね、名言、けだし名言だなというふうに思いますけれども。で、まあ、あとはわけわかんないですね。まあ、その4人と喋った後に、みんな、ね、帰った後に、そのリュウさんともう一人遊んだ男と2人で、あれ全員処女だ処女だねと俺が言い、カメラマンもうなずいた。処女だよ、清潔だもん、
ていうふうに言うんですね。で、最後にですね、医学的に異常な、ニンフォマニア、まあ、なんていうんですかね、性的にちょっとバグってる人ですね以外は、誰とでもやるような女は不感症が多い、俺の知ってるある女はあまりに感じすぎる自分が恐ろしいと天寺へ行ってしまった、女はわからない、表面の言動で判断すると寝首をかかれてしまうよという、風に締めております。非常に面白い作品なんで、これね、またひどいの見つけたら紹介したいなと思いますけれどもね、今日はちょっと特別編というか、ね、村上龍さんのエッセイ、すべての男は消耗品であるを紹介しました。どうもありがとうございました。